1660年に作成された地図原本。1660年のニューアムステルダムのカステロプランの再版。EN、ジョン・アローコット・アダムズ及び EN、アイザック・ニュートン・フェルプス・ストークスによって1916年に描き直された。カステロプランはロアーマンハッタンの初期の地図である。当時の呼び名でニューアムステルダムの測量技師であった EN。 ジャック・コーテルによって1660年から作成された。1667年頃、地図制作者イエヌ・ジョーン・ブレイがそのプランを手書きのニューアムステルダムの描写と共に地図帳として製本した。この地図帳は、コジモ三世に売却された。このような取引は、アムステルダムではよくあることだった。ブレイがニューネーデルラントの地に立ったことがあるかは未だ。 確証されていない。この地図帳はイタリアへと渡り、フィレンツェ近郊のビラディカステッドで1900年に発見された。1916年に再販され、こうして現在の名前が付けられた。これは、アイエヌフェルプス・ストークスによる全6巻の調査マンハッタン島の図像の第2巻に広く収録されている。ありがとうございます。